触っててもね、実は首そんなに凝られてません。あ、そうなんですか。ということはですよ、はい、この肩甲骨であったりとか、はい、肩周りであったりするのがたまたま首が凝っていると勘違いしてたなんていうこともあったりするんですね。あ、これもしここが本当に痛い場合であれば、うん、ここ触った時のようにギャーって言ってるはずなんですよ。ああ、ないですね。ないですね。で、今触っててもその凝りがきついっていう箇所もそんなに見受けられません。はい。はい。それとまた下半身のとか背中の疲れをしっかり取ってあげると首の凝りが取れていくよということになります。原因だろうと思っていたその首なんですが、はい、実はそこまで原因ではなかったと。あ、気持ちいいぐらいですもんね。そうですね、はい、まあ、押し込めばあるんですよ、ここは。まあまあ、それは痛いですけどね、はい、あ、でもまあこれぐらいだったらそこまできつくならないですので、はいはい、肩の方が凝ってますね、ここ。今ね、ここ痛かったんですけれども、はい、ここから広筋肉がこうつながってるんですよ、はあ、なのでここの凝りがきついとこの首の凝りとして頭が間違えてしまうこともあるんですね。触られたら痛いなと思ってね、はい、もうやめてくれって言うんですよ、はい、うん、これなんですか。それですね、こっちですね、こっちがいいんです。で、今首触るぐらいの強さ。
ちょっと待ってください。失礼します。いいですよ。その肩甲骨 の, あのこの辺が硬い人っていうのはあの脇のところをちょっとしっかり緩めてあげると いいんですけれども、めちゃめちゃ痛いんです。どうします？受ける受けないはもうご自身が決められた方がいいと思う。だから本当痛いんですよ。私が痛い店の痛い人間が痛いっていうぐらいですから。腕が上がらないとかだったらもう絶対やった方がいいですよって言うんですけども、やめとかれますね。やめときます。その方がいいと思います。その方がいいと思います。本当痛いんですよ。本当痛い。